松方正夫なにわ銀行、松方正夫から1942年3月25日は、鹿児島県出身の実業家。父は、松方正義で4男。なにわ銀行と取、り、共同火災保険取締役、豊川鉄道監査役、阪神電鉄社長などを歴任。1878年に、父の重慶、松方裕介の養着師となり、学習院大学。 東京大学を経て英国留学。アメリカのペンシルベニア大学時代は野球とアメリカンフットボールのレギュラー選手で帰国してからは関西財界で活躍した。1935年に大阪タイガースの初代取締役に就任し東京巨人軍を超えるチームにするために力を注ぎタイガースの基礎を築き上げている。また戦前のタイガース隊 阪急軍の試合を、関西の総計戦と名付け、関西地区の名物カードとして定着させた。日本職業野球連盟が創立されると、安藤信明と共に副総裁へ就任し、早々期のプロ野球発展に尽力した。1986年に野球伝道入り、川原洋一の長女マスとの間に、次男和目。ABC、家系図とお屋敷で読み解く。 歴代総理大臣、明治、大正編、竹内雅宏、実業の日本社、2017、第1章、松方正義の公 AB 松方正夫人事更新録データベース第4版、大正4年1月、名古屋大学 ABCD、野球連動2012ザベースボールホールオブフェーム、P80。ありがとうございます。